皆さんごきげんよう。毎日サプリメントのモエペロです。アムアムはいグッバイです。ということでまたまた動画更新モエペロ暇なのって思わないでね。今日はなんとお休みなんです。ということで毎日サプリメントバンドの杉井様と飲んでくるんですけど、その前に動画を撮ろうと思って動画撮ってます。ということですね、もう夏ですよ、夏真っ盛りということでね、こんな浮かれちゃってる私でございますけども、去年のちょうど1年前の出来事をお話ししようと思います。何を隠そう、私29歳独身女性ということで、彼氏ゲッティングということでですね、去年の夏になんと江ノ島に行ったんです。去年の話をしますね。去年ね、彼氏いない女2人でナンパされちまおうぜっていうねことで江ノ島に行きました。それで私たちはこの世をなめくさっていましたので、ナンパしてきた男の中から一番かっこいい人たちについていって飲もうっていう誓いを込めて江ノ島に行きました。調子に乗った私たちはもうついて早々すっごい大きい丼のしらす丼を食べました。そしてもう水着で着替えていざ行かん戦場へ。私たちは参りました。何してる？私たちは参りました。江ノ島の海です。ピース。そして、もうね、男女がナンパしたりとか、一緒にお酒飲んだりとか、砂浜でキャッキャしたりとかしてるわけですよ。来たぞ、これは。来ました。私たちね、当時ね、ピッチピチの28歳。食べ頃よっていうことで、今です。さあ男たちよ、かかっておいでー。あれ、誰も話しかけてこない、おかしい、誰も話しかけてこない、周りはナンパをしているのに私たちのところに誰も来ないんです。いやー、それで私たちはその現実を受け入れることができず、何に走ったと思いますか？江ノ島って言ったらみんなが男女がナンパをして楽しんでいる中、私たちは二人でどんな行動をとったでしょうか。ドゥルンドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥン、はい、海の家に行ってでっかいハンバーグと大量のポテトと酒を注文して爆食。そんな姿にもはや誰も、今までも誰も話しかけてこなかったのになおさら話しかけてこなかった。ということで結果的に2人で海辺で爆食、暴飲暴食してるだけの女になっちゃったんですよね。なんということでしょうか、どうなってるんでしょうか今の日本は。はい、少子化が進んでいるのは私たちのようないい女を見抜けないあなたたちが悪いんじゃないですか。言っときますけどね、私ね今日ね休みだったんですよ。そうね、休みで何をしたと思いますか。冷蔵庫の霜取りをして、冷蔵庫の中の在庫管理をして、その期限が迫った野菜とかで料理を作り食べ、でリアムにささみを茹でて食べさせ、で布団とかもう全部洗濯したりとか、そういうことをやっていたんですよ。そういう女はダメですか、もう昭和ですか、九州の女はダメですか。ねえ、いい加減にしてください、いい加減にしてくださいね、世の中の男の人たち。はい、もうほんとね、見る目がないんじゃないですか、大丈夫ですか。私たちね、いい女なんです。はい、
しいお話でした。ということでですね、今月の17日、もう差し迫っております。マイリサプリメントの病気ですというイベントです。私は、バタフライじゃなくて、何やっけ、バード、鳥でございます。そしてですね、8月25日、四谷アウトブレイクにて、みやちゃんボンバイエーこちらでございます。こちらに出演いたします。そして8月31日、またもや三軒茶屋ヘブンズドアに出演します。この3本が今月のライブになっておりますので、皆さんこぞってご参加ください。こんなかわいそうな私を少しでも元気づけてくださいということで、皆さんごきげんよう。歌舞伎